にちは。ありがとうございます。今日はオーリーキッチンです。ただキッチンではないけど、何笑ってる。今日はオリガちゃんの大好きな作るのが大好きよ。これね。生地をね。作るのが大好きよ。生地を作るのが大好きなので、あとこの間 DM でオリガちゃんのペルメミが食べたいから売ってくれませんかって言ってあのメールが来たんですよね。はい。だからまだ売るのはちょっとあれだけど、まあとりあえずあの。ペルメミ作ろう。そうよ。一緒に手伝うする？よく来てからにしちゃうんだったら。だから今回はプレゼントで。送りますけど、お姉ちゃんペルメニアさんしたら、まあまあちょっと趣味でできる範囲で、作りたいけどね、家で作るのは別に、まあ冷凍して、そのペルメニアをさ、あのなんて言ったら、お店じゃなかったら、ただまあオンラインショップみたいな感じで、それはまあ悪くないかもしれない。まあちょっとオリガちゃんの気分で考えてみて。はい。あとオリガちゃん今年はね。今年何？あ、今年はあのろうそくも作りたいちょっと。今年いろいろ新しいことする。オリガちゃんろうそくをね作って色塗って、それはあのお店にしたいね。うん。だからついでにペルメニを一緒にしたらいいんじゃない？一緒に売ったらいい。全然関係ないけどね。まあ、じゃあない？オリケンショップでなんかちょっとちゃんとして面白いかもしれない。ただあ、やっぱり秘密欲しい。いや今日はその私のお父さんものすごくペルメニ上手ね。昔からだから前も言ってたかもしれない、その私のお父さんのお父さんレストランのシェフやった。で本当に結構なんか有名だから偉い人のね、偉いの人。そうだから私の多分ものすごく上手で、秘密を美味しいペルメニアを教えた、教えてもらったね、教えてもらった。だからカメラがストップしてるんです。はい。みたいです。気合入れてきとうかな。でももう終わったよ、ほとんど。違うね、今からやね、レオナね。見て、エプロン一生懸命だから後でペルメニ作るときは手伝って。え、今めっちゃ用意してるんですけどね、レオナね。すぐ手伝うね、今からね。どうですか、楽しいよ。愛はいっぱい入れたよ。あ、愛はいっぱい入れたよ。愛をね、うん、楽しみにしててください。送りますんで、違いないこれよ、うん、喜ぶと思います。後でちゃんとレビュー書いてくださいどこにレビュー書いてください、ダイレクトに絶対美味しいよ。それで新しいレシピで、私のお父さんのレシピで間違いないよ。ああ、最高ですね。こないだ私適当作ったけど、生地が今回すっごいよ。そういう風に並べるんですね。綺麗でしょ。はい、で、じゃらん。このだいたい作るのは違うの仕方みんなするの。うん。それは私のベスパーロの力。オリジナル。オリジナル。ああ、ベスパーロスキーね。そうそう、ベラフスベスパーロ。ベスパーロスキー。ウイスキーも作れちゃったね。それはまた言ったロシアで言うたね。ベスパロスキーショッピングせないからね。ベスパロスキーオンラインショップかなんかにしようかね。します？ああ、でもお酒売ったらいかんばい。そうね、じゃあ今ここ。ロシアでも怒られるやろ。何のショップする？ね、ベスパロスキー、ベスパロスキー、じゃあオリケンショップで行こうかね。オリケンショップで、うん、で何を売る？あ、これペルメニと、はい、あとボルシチはちょっと大変やけね、作るの。ボルシチはやめとこう。これやったらまあこれ作って、オリケンちゃん楽しいやろこれ。うん、楽しい。ちょっと作るぐらいやったら私自分で食べないけど作るのは楽しい、うん、だからこれと、あとオリケンちゃん絵とかも好きやん。うん、うん、ろうそくなんか作りたいっちゅって。ろうそくはね、うん、だけどろうそくにあのおしゃれなの作ってさ、それに絵を描いて、したらオリケちゃん最高や。おしゃれでしょ作り方。それもろうそくとペルメインで、はい、まあオリケちゃんのちょっと楽しいのでいいですか。うん、あとは俺の筋トレグッズ売ろうかね。なんかグッズ、うん、筋トレのねゴム、輪ゴムかなんかであの袋とかあれするやつ、あれを10個ぐらいつけてじゃあその3個でいこうか。はい、うん、筋トレ用の輪ゴムね。皆さんよろしくお願いします
書いたら人手あげてください。今さっきの音と形が違うね。どれがこっちもあるやん。うん、大体はこれするけど、あ、これは普通な。大体まあ普通じゃない。私の家族は大体こうやってするけど、ああ、それでもうちょっと手入れて、ああ、可愛くしたら丸くなる。もうちょっと灰入れて可愛くして、ああ、行こうと思ってた。ああ、UFO ね。可愛い。ああ、UFO っぽいね。UFO？ いいよいいよ。これちょっと失敗。ね、ああ、これは可愛い。ああ。じゃあ楽しみにしてましたね。はい、ましたね。お腹減ったね。じゃあ食べてみてください。世界一美味しいママのペルメリオ。ヨムシごめん、ヨーグルトいただいても。うまありがとう。うまうま、まあね、いきます。この美味しいペルメニを送るので楽しみに待っててください。美味しかろ。うん、最高やろね。うめぇー。汁が出てくる中から。この中のスープがね、めっちゃ美味しい。パパも今食べたけど、これめっちゃ美味しいです。中にスープがめっちゃ入って美味しいわ、これ、ね。うん、よかった。世界一はどうかわからないけど、私のやっぱパパがおるからね。いや、これ世界一おるから。パパごめんね、パパもごしてしまった。ありがとうございます。よかったよかった。これは本当オンラインでこれショッピングして売った方がいいかもしれない、これみんなのために。まあ作るのも簡単ね。あのお湯、何、水、お湯で冷凍したらね。あの今度ね、これ送るのは冷凍のまま、うん、もう本当に冷凍のままそのまま、あの湯沸いてもちょっと考えてみようかね、うちはね。割り益、ほんと簡単。だからロシアでこれ、だいたいどこの冷凍で売るよね。どこの家でも冷蔵庫に入ってると思います、うん、と思うね。日本の例えばラーメンがなんかないときラーメンを出す、うん、ロシア絶対プレミアあるね、冷凍で。いっぱいあるもんね、向こうね。いっぱい売るよ、うん、よかったね、こんなに美味しそうに食べてるのママ一番嬉しいよ。まあね、ね、一緒に頑張ろうか、明日ママそのまま作る。そのまま作らんね。そのままやめてくれ。分かった、そのまま危ないね、これは火が入るね。分かった。あの、ちょっと誰あんた。あ、知らんと。お客さんばい、あんたとこ言うこと。かわいいね。今日初めて来たお客さんね、名前ない。前もおったよ。一回だけ。かわいいね。うん、かわいいよ。はじめまして、マリルンちゃんです。あ、マリルンちゃん、YouTube の CM せんでいい？YouTube で彼女みつるちゃん風メイクを紹介するので、あのかなり面白いと思うので見てください。見に来ない人はビンタします。たまらない。みたいです、はい、怖いですね、はい、分かった、信用し方。横でこの人はがっつり食べてます。美味しい、忙しい、あ、食べてるね。最高、美味しい。ああ、やばい、もうだいぶなくなった。ママこれ全部で何個作った？今日は40個。足りねえ、これ足りない。あ、うわ、この2人が1人50個食べる気。マリアちゃん横にマヨネーズがついてます。ああ、60個ダメすぎ、それ。もう結構ほんと早い。ああ、もうほんとあんだけ山盛りだったらもうなくなるよ。5分しか経ってないですけど、ほんともうちょっとゆっくり食べてください、2人とも。ゆっくり食べてます。ゆっくり食べてます。ゆっくり食べてます。うん、じゃああなたはゆっくり食べてください。ゆっくりいっぱい、ゆっくり食べてます。ちゃんとか美味しいからしょうがないんですね、レナちゃん。そう、じゃあパパがずっとカメラ持ってるからあんまり。いや、ちょっと合間に食べたわよ、ちょっとまとめて5号ぐらい。おいしい。あ、はい、熱い。熱いでも食べるね、レオはね。止まらんね。なんででも。ちょっとゆっくり。早く食べないとなくなる。あ、取られるね。うわ、ほんとやば。もうなくなるよ。このケージわかる。じゃあ、パパも、ほんと全部食べられる前にもうちょっと早く終わらせ、最後にちょっと。はい、挨拶、あ、挨拶お願いします。はい、どうぞ、レオちゃん、挨拶。食べるの忙しい。いつも自分で言いたいじゃない。いや、マリア、どうぞ。カルロシエさん、あ、いいよ。はい、今日は最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネルと、もしよかったらチャンネル登録、グッドボタン、ポチッと押してオリジナルに入ってください。それでは今日はバイバイ。バイバイ。バイバイ。危ない危ない。
パパ危ない。間に合わないよ。バイバーイ。